はい、皆様こんにちは。リットドゥンケルハイトでございます。リクの準備で実況プレイ戦国バサラ3宴鶴姫ちゃんの天下統一続けていきたいと思います。よし、頑張っちゃいますよ。はいはい、もうダッシュでやっております。こちら多分ラストになると思います。敵勢力に動きあり。はい、残り2つの陣営潰すんですけれども、はい、これで3つにかかってしまうんですね。なんかうまいことないか知らんけど、こういう時に限って敵中をしてしまうという、適当に選んだら敵中をしてしまう。びっくりする。ていうか神戸さんほとんど何もしていない。これが群像部隊の醍醐味だ。あ、そもそも説だわ。敵中確定、確定です。確定しちゃった。なんでかな、なんでかな。すぐ旅も終わりですか。少し寂しいですね。ルーレット2ら辺これまでガン無視しておりましたが、はい、ただし三つ成をラストとなると多分次関ヶ原が出てくると思うんですよね。合戦がね、それがめんどくさいですね。最終決戦、最終決戦、しかもここか、個人潰さないと次に行けないっていうのが面倒だよな。いつも倒さなきゃいけないし、鶴姫ちゃんのレベルを上げないようにしなきゃいけないのに、なんかもう本当にめんどくせ。踏み入る許可は与えていない。帰れ、あるいは死ねえ。そういえば今更ですけど、私戦国ドライブにすればよかったですね。ブーストにしちゃってますけど、だってブーストにしたら経験値2倍もらえちゃうんですよね。それで武将を殴ってしまっているとちょっとどうか、ちょっとなあ、まあないと。普通だから言うて大したことはないでしょう。さあ、いつもめんどくさいこのムービーはカットさせていただく、全力カットさせていただく。え、ちょっとここ潰さないでは次開かないの、めんどくさ。次開かないの、めんどくさい。そこは大吉で来いよ。なんでそんだけ揃って今日なんだよ、バカバカ、ほんとバカ。小太郎のバカ、小太郎関係ないとしても小太郎のバカ、間違える、危ない。あれ、もう勝手だけど、カッコンにあれがついてるってことはあれなのかな。別にあそこに近づけば陣は開いてて、陣じゃねえ、扉は開いてくれたのかな。今まで試したことないかな。カコン、カコン、カコン、お前が死ねば開くんだよ。カコン、カコン、あ、死んだ。死んだんか。流れ作業で死んだみたいで、バサゲージやってください。ありがとう。いただきます。あ、いつももらってます。ジーマスすみません。めんどくさい。ほら、ごめんね。これ、天君1分で倒すと特別損傷になっちゃうので、そこはちょっと調整していきたいと思います。飛ばします。ごめんなさい。適当なところにぶん殴って。受けましょうか。その結果がこれだ。間違えた。そっか。なんて素晴らしい乗り物なんだ。なんで？私の船の皆さんの悪い癖が。微妙に当たらんな、こいつ。微妙に当たらんのか。あった、あった。真なる戦はここからか。気を引き締めよう。そうか。秀吉様のご意向は。ここはもう多分立つだろうと信じてぶん殴りまーす。なんか他のものも殴ってる気がするけど、気のせいみたいで、多分もう一巡ぐるって回っている間に、よいしょ、次が微妙に当たってない。せんがこの間に多分もう1分経ってくれるでしょう。早く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 、なんでどう来るかな。フォーミングが来る、何が来る、何が来る。ランダムですね。ずれておりますね。当たりか、いけた、オッケー。特別の勝利出ていない。よし、さあ次開けて。秀吉様の残された力の象徴が。このセリフが邪魔なんだよ。このセリフが本当だ。そこだから早くする。オッケー、行きます。ここは全部の陣を潰さないと次が開かないんですよね。めんどくさいですね。主に不幸の針を打ち込んでやろう。これがちょっと経験値を割り捨てようのがめんどくさいんですけれども、しょうがないですね。よいしょ、さっさと簡単に倒していきたいですね。よいしょ、オッケーです。できれば騎士がいいです。今日ですね、ダメですね。別にあれはいいです。いつも取りに行きます。小太郎の足が速くなったら全部受けられるんじゃない。よいしょー。まあ、追いつかれるけどな。ここに止まるから。ふさわしい剣の種類を教えろ。痛い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 。よいしょー。あー、当たってないですね。躊躇なく切り刻め。よいしょー。まだかい。にゃおきー。
暇かよゆえに官軍なりよいしょありがとう。まあ言うてそんなに食らってなかったからなよしょつんにゃーんよしょほらオッケーいやーなんという流れ作業なんで今日スキルねえ、あ、コトラ足早いから走ってる間は当たらないんだけどね止まると途端に当たるよね、しょうがないよねよいしょ、危ない、危ないよ、北さんごめんね邪魔ですねよいしょ、いい、よいしょあ、これも今日っぽいなあ、ダメですねよいしょ、書いた、はい、今日です、何回今日出しとんね今日お尻です、見えますあ、コトラ足早いからめっちゃ逃げられるわすごい勢いで逃げられるわ早い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 飛ぶよりも多分走ってたら避けられると思うので走りますいやー陣取られてますけど放ってきますカエルに飲まれる物悲しさよはいはいちょうどよかったね大谷さんのセリフはい次はい次ですよいしょーなー楽に勝てるとは思いなさなんか殴られたんだけどなんでかなまだ来ぬかよいしょ我の小指を乾かせるな問題は大谷さんのバサラ技ですけれども当たらないように聞いていますよいしょこれで分投げてあやっちゃったあごめんねつりふちゃんのセリフなかったななんか途中で切れちゃったねごめんねごめんねあ動画でちょっと一時停止して見ときますやめんなさいびっくりしたちょっとあまりにも早すぎてびっくりしたちょっとこれにはびっくりしましたこれは邪魔なので潰します行くぞ意外と倒してるな。まあ、ジン潰さなきゃいけないとどうしても倒しちゃうよね。しょうがないよね。なぜだ。私が一体何をしたんだ。邪魔したかだ。はーい。よいしょー。よいしょー。あらー。様の聖域を。よいしょー。貴様ごときあー、ずれてます。ずれてます。ずれてます。なんかずれてます。どこ行った。あなたみたいに透明な人は初めて。透明な人、とってもピュアだと言いたいのかな。うん、それは正しい。あ、ずれました。いい気持ちです。何言ってるのかよくわかんないけど、よいしょ。うん、にゃん、はいはいはい、よふよほっ、いけるか。あ、これダメだ。オッケー、危ねえ。バサラバサ撃たれるかと思ったけど撃たれなかった。秀吉様、はい、まだ許可を得ていないのに。あれ、ソキメちゃんのあれってパターンあるんですね。お覚悟ですってやるパターンと、あんな風にへへーってやってる2パターンがありますね。かわいい。ここちょっと陣潰さなきゃいけなかったからレベルが危ない。大丈夫、上がっていない。よし、特別音質もゲットしていないから OK です。はいはいはい、これは多分関ヶ原来るんじゃないかな。来なければ来なければこれで終わるんだけれども、終わりませんよね。知ってた。もう本当に飛ばす。何が来たの？こんなところにも巫女の目はごまかせませんよ。巫女の目とか関係ないから何が来た？あ、乱入！乱入！よりによって経験値稼ぎの乱入来ちゃった。バカなの？マジか。俺は稼がずに行くってのはしんどいぞ。だって700人絶対に倒さなきゃいけないもん。700人倒さないと次行けねえもん。めんどくさ。めんどくさいことになったら、まさかのレベル上げたくないようにしていたら、まさかのレベル上げのステージが来てしまった。そんなこともあるということで、とっとと終わらせましょう。サクッと700人殺して。この聖戦になだれ込む貴様は誰だ。家康、貴様が呼び寄せた伏兵か。お前だけなんだ喋るの。いや、実にめんどくせえなぁ。マジめんどくせえなぁ。許さない。だってさ、だからその大谷さんもやらなきゃいけないしなぁ。それではダメなんだ。700人切りとりあえずしなきゃいけないでしょ。憎しみではダメなんだ。とりあえず、そうだなぁ。あ、しまった。ブーストじゃなくてドライブにしてくればよかった。もう本当にさっきから私バカ。もう私のバカ。とりあえず、もうぶん殴ってぶん殴って。ひたすら敵をなぎ倒して、なぎ倒して、なぎ倒して。この動画30分以内に終わるかどうかが疑問である。それがとりあえず、殺して回って、700人とっとと殺して、陣を潰した方が早いのかもしれないけど、わからん。正直わからない。
正直わからない、正直わからないけどとりあえずバフを使っていく。もうなんでこういう時に限ってな乱入出てくるんだよバカ。なんだよ、人をあんまり倒さずにクリアすると乱入が出てくるのか、そういう仕様なのか、そういう仕様なのか、そういう仕様なのかな。もうめんどくせえな。もうとりあえず700人切りしないと出てこないんだよ、あの二人はよ。よいしょ、もうあの2人倒した後はもう陣も潰さずに取っていきます。ブーストは使ってしまうと経験値エクスティアのリアにできます。せやな、よいしょ、緊急陣いきましょう。いやーまさか乱入出てくるとは思わんかったな。ミスナリをラストにすると乱入が出てくるっていう、多分そんなことはないと思うんだけどな。なんか条件が一致してしまって乱入出てるんだろうなって思うんですけれども、どうなんですかね。本当は勘兵衛さんが勝ち残ってくれてた方が、いや勘兵衛さんは勘兵衛さんでなんか出しちゃってた可能性もあるんですけれども、よいしょー、あー早く終わんねえかな、早く分かんねえかな。よいしょ、はい、技も使っていく。一応陣を潰したら一撃で倒せる敵がわー出てくるので、それを狙いつく。よいしょ、うんや、よいしょ、300人。お前はもう覚えていないだろう。よいしょ、交渉。ここの陣はまだ潰してない。まあ陣を潰した方があれなんだけど、陣を潰したら潰したらあれなのかな。なんだっけ、名前出てこねえわ。ああ経験値もらっちゃうのかな。まあ倒してるのは小太郎だから大丈夫だとは思いたいんだけれども、あとあの調子に乗って一番ヒットしないように気をつけないといけませんね。無理やり切らないといけませんね。よいしょ、こんなおなごに怒られてしまう。おなごに怒られてしまう。必ずや生きて帰る。よいしょ、いい感じに、ちょっと一旦切る。オッケー、豆よ豆様、太鼓の拳。千人切りもしないように気をつけないといけない。とりあえず早く600人倒さないといけないんだよ。この陣潰れそうだな。とりあえず一旦潰して一発で倒せる敵を増やしてもらう。よいしょ、バシッとよいしょ。この辺とか倒したらお金はもらうけど経験値は少ないとかいうことあるんだろうか。敵にどれぐらい、あ、なんだっけ、経験値が設定されてるのか知らないんだよな。あんまりいねえな、殴られそうだな。コタを一応愚か者の方をつけてるんだから、その辺はちょっといいですね。その力が天下をまとめるんだ。500人までいった。まだそれでも、これだけ強い武器を使っていてもなかなかこう異様に、ああれだよな、あ、痛い、最終戦っていうこともあるから若干的なヒットポイントは高いのかもしれない。600人まで長いな。とりあえず一旦この陣潰すか。おい、またすごいものを見せていただきました。ここでちょっと一石を稼がせてもらいたいけど言うほど出てなくて私はショックでございます。なんでそんなに出てこないのかな。もうちょっとちゃんと湧いて627、あと30人じゃない、計算がバカバカすぎて80人ぐらい。よいしょ、60人、よいしょ、残り50人切る。よいしょ、40人切った。30人来た。よいしょ、20人来た。もうちょっと、もうちょい、いける。3、2、いった。よし、とっとと、これはいつも通り先に戦ったのステーの方がいいかな。めんどくさいっていう順番的なものを考えると先に倒した方がいいんだろうなって思いました。丸ブーストでできるだけダメージを与えていく。したら陣が潰れていないからそんなにダメージは入っていない。ここはしょうがない、ブーストの力を借りるしかない。ブーストの力を借りてできるだけダメージを与えていく。いけそうだな、いけるいける。我にも譲れぬものはある。オッケー、オッケーです。あー、ちょっと、まあ、しょうがない、ブーストのせいで名前出てこないけど、
共に太平洋を支えてくれると誓ったろ。聖剣さんが入ってしまった可能性があるんだけれどもしょうがないですね。これは大谷さんのバークルよね。西軍の黒幕来てるか。それはおそらくあの男来ないか。なんか微妙にスーパーアーマー発動していたけれども、あれ遺言を聞かせよ。よし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 。いや、ほんの興味。ほっ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 ほ。 OK。 はい、約1分で2人を倒し、次もう次やめろ。千人切りしたら特別恩賞が入ってしまうので、でここは潰してマックスにしといて、まず三成から倒します。三成から倒していい奴を倒すの順番で OK です。はい、飛ばします。飛ばさせろ。腹を割って無表情。うーん、オッケー、三成をゲットだぜ。あ、なんかいい奴が、いい奴バカ、いい奴、オッケー、いい奴。これはちょっと三成がありそうだけど、いい奴来ないか。オッケー、なんか剣撃発動した。剣撃発動してくれた。偽善の色に弱い。君の経験値なんかあるかもしれないけど、決心だからよしとしましょう。いいです、そこら辺はもう気にしてたらしょうがないです。よいしょ、間違えました。なたた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 た、ずれすぎなんですよ、ずれすぎなんですよ、ずれすぎなんですよ。よいしょ、ほい、使いずれてからほい、で、ほい。あ、でも逃げられるか。いや、難易度普通だったら逃げられないだろう。難易度普通なら余裕でしょ。ここで潰していくけど倒せないか。そうか、これ家康がありそうな気がするので若干下がります。本当だ、いや、え、来ると思うんだけど来ないんかーい。家康様こそ明日に光をもたらすお方。もしかしたらだけど三成がありする方だったのかな。あー違うよ、私が当てたのはそっちじゃねえんだよ。もういいです。ほらー、あ、すごいアングルで倒していく。はい、願わくば導いてくれ。長い穏やかな夜。ん？それ見えちゃうね。3パターンぐらいあるのかな。はい、6分7分切りました。いやー、でもな、どうしても700人倒さないといけないっていうのもあると、もしかしてだけども、あーあーあー、うえしゅ、4も上がるよ、2個も上がっちゃうか。隠し合戦、もう787はな、鶴姫ちゃんにもあれされちゃうからな。くそー、でも全体で3しか上がってない。確か101とかだったはずだから。いやー、頑張ったコタ、頑張ったコタは もっと上がっていいよ。コタはもっと上がっていいよ。はい、もうダッシュで難易度普通でコタロウに任せて、天下統一、姫プ、鶴姫ちゃんを姫プで天下統一達成させました。いやー、なんだろうね鶴姫ちゃんだから許される。やっぱり故郷の海が一番ですね。皆さん、伊予河野へ帰りましょう。帰るんかい、帰るんかい。結果発表、大吉は1個も出てないけど、なぜかこれだけ的中しましたね。やったねー、わーい。しろなんか1回か2回見たことあるな、これ。うん、途中獲得もしたし、割とお金は稼ぎましたね。やったね。全体で30分ちょいでしたって。ん、前回値獲得してなかったっけ、私。スターリッシュ、何？我慢自慢って何？相性に。なんだろう、ちょっとトロフィーのあれが気になりますね。はい、あれ、私なんで普通で天下統一達成してなかったっけ、してなかったっけ、してなかったっけそっか、してなかったか。あー、あれか、ごめんなさい、ごめんなさい、あの4と混ざってますね。あの4で官兵衛さんで天下統一普通でやったのと混ざってるますね。そっか、これでは初めてだったのか。今まであれでしたね、全然やってなかったね。あ、ごもん、スタイリッシュ、ワンステージ以上ノーダメージクリアをした上で天下統一を達成。あ、そんなんしてたんだ。おめでとう、コタロウ、素晴らしい。我慢自慢は1ステージ以上バサラ技一度も出さずにクリアして天下統一を達成。そんなんしたんだ。それも記憶いないな。まあ、バサラ技倒さずしても全然余裕でいけたっていうところがあったんでしょうね。何だったか忘れましたけど。あれかな？
え、排水かな？排水だと多分出す必要なかったと思うんですけどね。あとそれだけか？なんかそんなもんかな。天下人も見たっけ。すべての仲間を集めてステージクリア。これ100時間ですね。はい、こんな感じで。はい、一応まだまだいろいろね、すべての武将でとかきついな。あ、これ絶望だな。これなんか、これ多分3でやったような気がするな。これバサラでノーダメージクリアとか絶対無理だと思うんだよな。はいはい、そんな感じで、鶴姫ちゃんの姫っぷをしておきました。あ、せっかくなんで、ちょっと時間かかりますけど、よし、頑張っちゃいますよ。鶴姫ちゃんの装具を買って終わりにしましょう。新商品入荷ということで、バサレアに、鶴姫ちゃんの、はい、純白カレン、これが、出てきましたので、これを無料申請で買いたいのは山々ですけれども、あ、間違えました。もう鶴姫ちゃんのあれで稼いだから、もう別にあれしなくてもいいかもしれないけどね。これでサクッと無料申請がポロッと出てきたら、買うんですけど、じゃあ、あと3回やって買んでなかったらもう普通に買いましょう。もういいです、もういいですって。鶴姫ちゃんは例で稼いでくれたんで、結構天下統一で確定させて、半額でもダメです。あと1回、あと1回、これだっけ。これで出なかったらもう知りません。はい、1割引です。1割引で、はい、買います。 OK です。はい、ではこれで準備整いましたので、まず次回、次やるかどうか、またなんか挟んでかは分かりませんけれども、鶴姫ちゃんで、リクエストをこなしていきたいと思います。それでは、ここまで長々とって言ったらあれなのかな、約3パートで、鶴姫ちゃんの天下統一を終わらせました。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。